格闘技エンターテインメントファミリータイムでございます。僕の名前はナオトです。シンです。 And this is family time。 今日の動画では朝倉未来 VS 山須ドミネータサトシ選手の勝敗予測を終えて、試合も終えて、感想動画です。感想に入る前に、もちろん勝敗予測イコールプレゼント企画なのでそれを当てた人、プレゼントを勝ち取った人を発表していきたいと思います。後藤さん予測、朝倉未来勝利、左ハイからのパウンドアウトで1ラウンド KO、 打撃、展開、いつ、全部当てました。見事です。結果もね、 KO、yeah. で、実はこの動画で結構惜しい予測をしている方がいるんですよ、うん、確か左ハイからパウンド1ラウンド、うん、後半、おー、一つ上だったね。そう、でも TKO 勝ちって言ったんですよ。はぁ、で、TKO と KO って違いがあります。で、朝倉未来が見せたのはあれは KO 勝ちになります。うんうん、KO だよね。まあ、とりあえず後藤さん、あなたがウィナーです。あなたにどんなプレゼントがお待ちしているのでしょう。これはいいやつですよ、パナマグローブ。いいものです。そうですね、確か10オンスですよね。16です。スパーリング用の、スパーリング用の16オンスです。ぜひ次のスパーリング、うん、格闘技をやってないならこれをきっかけとしてどっかジムに参加してみてください、うん、概要欄にある E メールアドレスに自分のアカウントであることを証明するためのスクリーンショットを添付して住所、名前、郵便番号を入れてください、うん。いや、勝敗予測に勝った朝倉未来の勝敗予測勝った後藤です、はい、いつも動画見てます。ファミリータイム最高です。住所、うん、ね、住所、郵便番号、お名前を入れてください。そしてグローブを送ります、うん、プレゼント企画に参加してくれた皆さん本当にありがとうございます。ぜひ次回もたくさんありますので参加してください、うん、そして僕たちも勝敗予測しましたね、はい、でも今回はちょっと待って、ちょっと待って、当たんなかったけど一応ね、当たんなかった。まあ結果は外してしまいました。うん、そうなんです。朝倉未来の記者会見を見て、そのやる気、うん、うわやるぞっていうのが逆効果につながる可能性があると思って、うん、ドミネーター選手が勝つと予測した、しちゃいました、うん、でも朝倉未来は宣言通り1ラウンドからガンガン攻めていって、うん、もう倒しに行くスタイルで戦っていって、もう本当にそうやりましたね、うんうん、普段より速いテンポでもう最初から、うん、行くぞっていうのがあったんですけれども、うん、アグレッシブに攻めすぎなくて、うん、ドミネーター選手が前に出るとちゃんといつも通りバックステップを取ってカウンターを狙って、カウンターを狙って、でもそれが終わったらもうすぐに攻め返す、はい、うん、攻めに行く戦い方でした、はい、だからスタイルは変わんなかったんですけど、うん、もうちょっとなんだろう、やる気、うん、が伝わったと僕は思います、うん、だから完璧なパフォーマンス、うん、と考えました、はい、本当に This is perfect! This is perfect! でした。斉藤豊戦でちゃんと自分を見れて、変えちゃいけないところは変えなくて、うん、変えなくちゃいけないところを変えて、うんうん、より強い朝倉未来を、仕上げてきた。そうですね、成功しましたね。そうですね、そうですね、うん、で試合の後記者会見ですごい面白いことを言ってました。でそれを聞いて、あ、これから朝倉未来の試合が楽しみだなって考えたんです、うん、でもまあそれは格闘キャストの方で話していきます。おー、オッケー、皆さんぜひそちらの方もチェックしてみてください、はい、今から皆さんの勝敗予測、当ててないやつ、当たったやつ、惜しいやつ、いろいろ読んでいきたいと思います。こうやって皆さんと一緒に格闘ファンの皆さん、うん、格闘コミュニティの皆さんにいろいろ触れ合って、そういうチャンネルになりたいです、うん、皆さんが集まっていろいろコメントを入れたり、コミュニティと触れ合って、試合を楽しみにしながら、うん、終わった後いろいろ感想を語りながら、そういうことができるプラットフォームに私たちファミリータイムがなりたいので、これから皆さんの意見や感想を読んでいきたいと思います、うん、No pressure! Pressure ないです。面白いよ、みんなのコメントを読んで、うんうんうん、朝倉未来2ラウンド KO、 下がりながらの右フックで KO、うん、ドミネーターの判定か、かは
2ラウンドでドミネーターの KO か TKO。 ね、あ、真面目な質問です、はい、これはもしも、うん、これありなの？ありだよ。そうなの？でも、でもね、予測って入ってないからアウトだから。ああ、まあ確かにそうだね、ルールちゃんと読んでないですね、うん、そう、判定か2ラウンドでドミネーターの KO か TKO。 うん、あ、でもでもこれはね、ドミネーター勝利っていうことじゃん。そうだよね、うん、全部や選んじゃったからね、うんうん、まあ確かにあるよね。そうそうそう、うん、KO か TKO だと一応フィニッシュだけど分かんないっていうことじゃん。うーん、なるほど。ちょっと欲張りだったね。ちょ、うん、しかも予測って入れてないからアウトだよ。勝敗予測2ラウンド高田が爆何これ高田の、うん、分かんない、直撃した、何かが直撃したところにニクルが膝からのサッカーボールで2ラウンド32秒で失神 KP。 KP すごいよ、それ6個リプライ。リプライがありますね。リプライ読みましょうか。リプライがあるよ。リプライやめて爆破。なるほど、ちょっとやめて、今一人電車に乗ってるんやから。そう、笑っちゃうタイプですよねこれ。ガチで当てに行きすぎてくさ。何回読んでも面白い。確かに僕たちも面白くて、笑ってしまいました。皆さんのコメント面白いですね。面白いよ。兄はニクルが入れ込みすぎになることを懸念、読み方合ってますか、しているのか。いい解説を聞けて嬉しいです。そうだね、なんかね、あーってなりすぎると、あ、逆効果、逆効果になるパターンもありました。パターンもありますよ。でも今回はね、うん、そういうパターンに入らなかった。そうだから格闘技は面白い。うん、面白いよ、うんうん、本当にあり得るパターンって無数なので。リプライを読みましょう。兄弟なんですかこの二人。兄弟ですよ。そうらしいですね。 Yes、うん、似てるでしょ。ドミが朝倉に近敵攻撃、アウチ、痛い。動きが悪くなったところにグラウンドでチョークされて朝倉負ける。予測、予測、予測って入ってないね。2ラウンドにドミネーターの、あ、これでも編集されてるからアウトだよ。編集されてる。2ラウンドにドミネーターのアームロックで1本予測、ロープ際で組み合いになり流れでお互い倒れて1本。もしくは朝倉のテイクダウンが中途半端になり底根からの1本、ミクルはタップせずレフリーが止める形になりそう。そして朝倉ファンのミクルは決められていない、格闘ファンのあれはレフリーが正しいと論争が起こりそう。1本取りがかけがあり判定でドミネあるかも。まあ、試合後も予測 してますね。試合後の展開も予測して。すごいね。でも結局あの編集したのでアウトです。どっちにしろ。ミクルが減量失敗、 How dare you からの筋敵。Oh, no. これはあの選手。 Oh, no. Oh my goodness。 ドミネーターの洗濯バサミ、洗濯バサミありましたね。ま、山本美優、そう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 、浜崎の試合ですね。このサブミッション面白いですよね。面白いです、うん、面白いです。ライゼンでしか見たことがないです。はいはい、 UFC で多分1回も見たことない。これから見れるのかな、カフキックみたいに流行るのかな。動画の編集センスが素晴らしいですね。そこにびっくり、ありがとうございます。洗濯バサミの予測がもう一つあった。あ、本当だ。ドミネーター3ラウンド洗濯バサミ KO 勝ち。 OK。 面白いね、うん、洗濯バサミで KO 勝ち。まあノックアウトするっていうことかな、失神するってこと。それって一本勝ちっていうよね。でも普通ね、普通は一本勝ちと言います。予測朝倉未来近敵反則負け。おー、うん、出ました。あれがこれが当たれば、こういう規格外のやつがね、一回当たってほしいんですよ。当たってほしい、たまに。本当に、うん、うん、すごいから当たったら。あ、試合は面白くないです。あ、で、まあまあ、こういう結果が欲しいとは本当は思ってないんですけど、こういうコメントがあると、まあもう当たったらどうなるんだろうっていう気持ちは少しありますね。ちょっとちょっとだけ、また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  1.9 キロ。 Oh no no no, no.
No ドミネーター2ラウンドでダウンを奪ってパウンドで KO 勝ち、ドミネーター1ラウンドアームロック1本勝ち、ドミネーター2ラウンド TKO 勝ち。割とドミネーター選手の勝ちがかなり予測されてましたね。まあうちも予測してましたので、まあ確かにそういうインプットしちゃったねまあでもこの試合はミクル選手すぐもう一回試合に出たもん。確かにそう、それもあったんだよね、1ヶ月ちょっとでまた試合に出るって、それする選手って普通負けちゃうんですよ。そうなんです、ちょっと焦ってるなんか証拠じゃないですか。すぐやるぞってなんか何回か見てきてる、来てるのでそのパターンを、で朝倉未来選手はすごいです。でも朝倉未来選手は人間です、なのでそのパターンにはまっちゃうんじゃないかなと思ってそのパターンをひっくり返した、ミクル選手すごいとしか言えないです。すごいですよ、いろいろ皆さんの予測本当にありがとうございます。たくさんあってあ、これすごかったです。シャウトアウト、Yes、佐藤チャンネル、佐藤チャンネルにシャウトアウト。朝倉ミクルパンチで2ラウンド中盤に KO、明日も俺 KO 勝ち。そう、次の日試合をして KO 勝ちしたの。そこは当てましたね。で聞いて、3ラウンドの2分59秒で KO 勝ちしたの。そう、3回戦でね、1秒で、試合の最後の1秒で KO 勝ちした、橋本悟キックボクサー、ムエタイ選手、シャウトアウトトゥユー、おめでとうございます。そして KO 勝ち。でも、コメントに予測って入れないと入れてないねカウントしませんので動画の最後まで見てください。ルールは知ってないとダメだよね。肘なしのところに肘出したらダメですよね。オーバーモチベーションクールアウト現象、yes、オーバーモチベーションいいですね。そう、オーバーモチベーションいいと思った。なんかオーバーワークってあるじゃん。オーバーワークありますよね、オーバーモチベーションもそれに似てることですね、なのでそれ使わせていただきます、Thank you HP Planning さんHP Planning 予測がいっぱいあります。もう左ハイからパウンドがあった TKO 勝ち、勝敗予測左ハイパウンド TKO でも KO なんですよ。で1ラウンドって書いてないのがそこでも取られますね。そこでと上回った KO で、yes、ではあってもねえ、そこはちょっと気をつけてもらいたいですね。 TKO と KO の違い何回かありますよ、過去の試合の予測でも。でも一応 TKO と KO があるんだからちょっと分けないとダメですね、TKO スラッシュ KO はありですよ。それもできますよ。でも誰かが KO って書いたらもっと具体的に当てたっていうことになるから。そういうことです、そういうことです。開始早々、早速早いうち朝倉未来左ストレートのフェイントから片足タックル決まってからパウンドからの膝からのパウンドでレフリーストップからの朝倉未来ポーカーフェイス、左手上げて歩いてコーナーポストに登ってアピール予測って入ってない予測って入ってない。そうだ、またそっか、またそっか。でも最も具体的なすごい、勝敗予測です、ね、すごい展開ですよいやでもこれ当たっ、でもこういうのが当たったら最高じゃん。もう奇跡ですよ奇跡。でもこういうのが当たって予測って入れなかったらもう本当に残念ですよ、ね、本当にもったいないよ。動画を最後まで見ましょう皆さん、最後が一番面白いので、そう、皆さんのコメント本当に、嬉しいです。ありがとうございます。658コメント勝敗予測が入っています、また次回も勝敗予測参加してください。で感想動画でまたコメント読みますので、皆さん楽しみにしてください。これからもファミリータイム格闘技エンターテインメントをよろしくお願いいたします。僕の名前はナオトです。シンです。またお会いしましょう。We'll see you again soon! Bye bye!